さあオリックスですけれども、皆さん今日の試合は見ましたでしょうか。今回は CS ファイナル第4戦ということで、10月の21日ロッテとの試合についてお話をしていこうかなというふうに思います。まあ、今日勝てばですね、日本シリーズ進出ということで、まあ、昨日の勢いさながらにオリックス、まあ、非常に、勝ちやすい雰囲気ということもあってですね、宮城投手、中島監督かなり勝ちに来たな、そしてロッテは谷口投手、吉井監督も、阻止ということでやってきたなという展開でございました。宮城投手は今シーズンね、最後の方で調整登板をしました。谷口投手は復帰初ということで、まあ、お互いにちょっと病み上がりの雰囲気がある中での対決ということだったんですけれどもね、オリックス素晴らしい3対2で勝利をすることができたということで、改めてですね、今日の試合について、個人的にポイント的にちょっとここ感じましたみたいなところね、お話をしていこうかなというふうに思うんですが、まずはねスタメンからということで、ご覧の通りということです。9番のショート野口選手ということで、紅林選手がですね、ちょっとまあ手首になんかこうテーピングを巻いて、練習に参加ということで、まあ、非常にこう楽しく、まあ、笑顔でやってたんですけど、ベンチ外ということでございました。まあ巷によるとですね、昨日こう進塁打を打とうとしてですね、ちょっと無理やり変なスイングしたんじゃないかとか、いろんなこう話がありますが、今日は野口選手がショートで出るということで、まあライトとかセンターで出るときとショートで出るとき全然違うと思うので、個人的にもむちゃくちゃ期待をしている野口選手、まあ9番ということで、一番こう打つ方にもね、プレッシャーがかからないということで、どんな活躍をしてくれるのか非常に注目をしておりました。そんな中で、まずですね、ポイントでお話をしていきますが、宮城投手がですね、病み上がりにもかかわらず、めちゃくちゃいい投球を炸裂させるということで、もう調整がね万全なのが本当さすがだなということで、日本シリーズはねおそらく、由伸の次に宮城投手が投げるんじゃないかなというふうに思うんですが、もう荻野であったりとか藤岡選手とか石川慎吾選手とかね、左キラーと呼ばれてる選手も抜擢されてたんですけど、難なく上位打線を抑えるっていうのはやっぱさすがだなというふうに思いました。そしてその真裏ですね、初回のところ森さんがツーランということで、これはね森選手にとっても非常に大きいですし、オリックスとしてもですね、日本シリーズを勝ち上がるためにもありがとうございますということで、本当にですねすぐに、まあ、好調になるなというか、何回も今見ましたね、あそこのインハイ捌く、本当漁師なのかっていうね、寿司職人ですかって言いたくなるぐらい、やっぱインコースの捌き方がうまい、半端じゃなかったですね。インコースまっすぐをバスンとしばいてライトスタンドにぶち込むということで、先制ツーランでございました。ここねもう種市投手ね、吉野部とこう脱三振を争ったぐらいの、まあ投球をしていてですね、まあ普通にエース格だと思うので、まあ種市投手にちょっと抑えられたら嫌だなという雰囲気の中、初回に、まあ、そういう雰囲気も醸し出す前に2点先制というのはやっぱ素晴らしいなというふうに思いました。そして2回の表ですね、今日はロッテ岡選手を出さずに茶谷選手を使うんですね。5番で使うということで、もうここ3戦はずっとですね、岡選手はもう打つにしても守るにしても走るにしても躍動していたんですけど、まあ対左ということで、茶谷選手ね、やっぱゾーン別で見てもかなり左ピッチャーに強いというのがあったので、茶谷選手が使われてたんですが、その茶谷選手がですね、いきなり1打席目にヒットを打つということで、早速結果にもつながるということで、吉井監督の采配が的中するということでございました。結果ね、今無失点で切り抜けた宮城投手もさすがだなというふうに思ったんですが、次のポイントで言うと3回の裏ですね、ケータね、今日も1番センターで絶対に腕痛いと思うんですよ。それでもねヒットを打つということで、昨日も、2本ヒット打ってましたし、ツイッターでもつぶやいたんですけど、今シーズン開幕から CS 終了まで1回も抹消されなかった唯一の選手が中川圭太選手なんですね。それ以外森選手も含めて吉野部ですら、ピッチャーですらですね、体調不良とかいろいろある中で、圭太は怪我をしてても痛くてもやっぱ出るということで、センターとファーストをやっぱ中川圭太が今一番いないとね、正直きつい。森さんが仮にいなくてもやっぱ打つ方はきついですけど、守る方はね若月選手になんとかなる部分があると思うんですけど、やっぱセンターファースト、まあファーストトングいますけど、守備の上手いファーストってなるとマーゴ、でもそれで打てるかどうかってまた話が違うので、ケータはね本当特にセンターで打てる選手っていうのはオリックスでは唯一無二の存在なので、改めてちょっと今シーズンもお疲れ様でした。そしてそろそろ背番号も一桁に変えてほしいななんていうふうに思いましたけども、素晴らしい働きでございました。そして4回の裏ですね、ラオウとそして宗の連打で一塁三塁のチャンスを作るんですけど、若月選手がねちょっと惜しいピッチャーライナーということで、その前ねマーゴがまあ打席入ってたんですけど、そのあたりもねちょっとこうストッパーになりつつあるなということで、ポストシーズン12打数1安打らしいですね。まあほとんど左打席だと思うので、右がもうちょっと立てば数字は変わってくるのかもしれないんですが、でもね、マーゴ、まあ、怪我とか体力とかでなければ割とね1週間給与ありますから、
意外性ナンバーワンということで、日本シリーズでもホームラン打つっていうケースも全然あると思うんでね、そこはちょっと中島監督がどういう起用するのかっていうのを注目していきたいですよね。そして6回の表ですね、荻野選手にツーベースを打たれるんですが、ここはやっぱ素晴らしいです。ギアを入れたのかわからないんですけど、3番の石川慎吾、そして4番のポランコを無事抑えるということで、6回無失点で切り抜けるんですよね。まあ普通に考えた先頭の1番の荻野選手に打たれたら、まあ嫌な雰囲気ただ漏れじゃないですか。そんな中で3番4番主軸中の主軸に相対するということで、ここも抑えるっていうのはやっぱさすがだなという感じです。そして6回の裏ですね、森選手レフトにツーベースということで、今度は逆方向にも打てるということで素晴らしい。もう1本出たら止まらないですよね。なので日本シリーズ間違いなく友や森、ここはもう本当に集中してオリックスとしてもランナーを貯めて森友哉にっていうような雰囲気になるのかなというふうに思います。そしてセディーニョがね、結果進塁打にはなったんですけど、あれを狙ってたのかたまたまになったのかっていうことなんですけど、どうなんですかね。なんかセディーニョってなんかそういうこともやりそうだなというふうにも思ったんですが、結果的にワンアウト三塁になって、ラオウがねちょこんとポーンと当てただけでレフトオーバーということで、結果、3点目貴重な点が入りまして、その後ね、まあ、若月選手が、ライトフライで、惜しかったですけど終了ということで、若月選手もやっぱ打つ方すごく期待できますから、キャッチャー若月、ライト森友哉っていうのはちょっと日本シリーズでは外せないかもしれないですね。それぐらい本当はね、森選手キャッチャーで出したいんですけど、そうすると若月選手が出れないと、打つ方がねちょっと火力が落ちてしまうっていうのもあると思うので、そこもねちょっと注目していきたいなというふうに思います。そして7回の表ですね、阿部投手が今日はマウンドに上がるということで、まあリハビリというか、前回ねちょっと打たれてしまって抹消という形になりましたから、前回の登板でいくと10月の9日ということで、まあ約中12日13日ということかなと思うんですが、1回ね、無失点で切り抜けるということで、ヒット1本こそ許したんですけど、まあコースは多少甘くてもね、球威でゴリ押すというスタイルで茶谷選手を封じて、安田選手にも打たれましたけど、その後しっかり抑えるということでした。そして7回の裏ですね、野口選手が、まあ、ライトにヒットを打つということで、シリーズでの活躍も期待できる、そんな、まあ、非常にいいクリーンなヒットを打ってましたけど、その後にね1番のケイタがバントするんですよね。もう何でもできるというか、めちゃくちゃうまかったんですけど、2番西野さんのところで代打 T 岡田さんなんですけど、T さんがね、やっぱセンター前ということで、打った相手が東條投手なんですよね。やっぱサイドスロー、ちょっと変則というか右のね、割と T さん、増田投手とか、大好きなので、ああいう系統ね、ちょっと打てるのかなっていうことで、粘って、T さんが好きな外寄りのね、まっすぐ、真ん中のボールをセンター前にヒット打ったということでした。まあ、なので、日本シリーズでも同じような場面でね、代打で T 岡田っていうのは出るのかなというふうに思ったんですけど、結果その後ね、セデーニョがめちゃくちゃ惜しいセンターフライを打って、終了ということで、点にはならなかったんですけど、まあ、野口選手同様に、セデーニョに関しては、ちょっと頓宮選手がどうなるかわからないんですけど、4番で引き続き、期待ができるのかなというふうに思います。そして、8回の裏ですね。総一郎が今度はマウンドに上がるということなんですけど、ノーアウトランナーなし、先頭の藤原選手にですね、ホームランを打たれるということで、打った瞬間わかるような弾丸ライナーで、ライトスタンドに入ったわけなんですけど、次のね、荻野選手をしっかり三振で切り抜けて、ずるずるといかなかったのがやっぱさすがだなという感じでございました。なので、日本シリーズでもおそらく8回なのか、もしくはね、ちょっと吉井さんじゃない時は総一郎なのかっていうのちょっとわからないですけど、間違いなく大事な場面では投げるんだろうなというふうに思います。そして8回の裏ですね、ラオウがですね、ショートゴロを打つんですけど、これね、走れなくなるんですよ、途中でね。で、かなり痛そうに、こう、足を若干引きずりながらベンチに帰ってですね、最後の表彰式にも、ね、MVP 選ばれてたんですけど、クライマックスのディズニーっていうことで、まあ、肉離れなんじゃないかって星野さんが言ってましたけど、肉離れの場合はですね、1週間では間に合わないということで、日本シリーズがちょっとやばいということなんですね。しかも、紅林選手も今日欠場していて、頓宮選手も代打ってことになると、打線の各3枚失うってことですから、かなりちょっとオリックスピンチだなということで、改めてね、ここに関しては、まあ最新状況を含めてちょっと整理していこうかなと、つどつど思ってるんですけど、かなりね、星野さんとか大前さんも日本シリーズに行けるっていうのは嬉しい話なんですけど、ちょっとその反面、ラオ大丈夫かなっていうちょっと心配の方が勝ってたので、この辺ほんとね、オリックスファンみんな心配してるんじゃないかなというふうに思います。そして、9回の表ですね、吉久がマウンドに上がるということで、まあ、安定の連投ということになったんですけども、まあ今日ベンチ外にしててもおかしくないのかなっていうふうに思ったんですが、まあ宮城投手なんでね、吉井さん投げるということでございましたけど、先頭のポランコにですね、ライトスタンドにホームランということで、いきなり先頭ですよ、総一郎と全く同じ状態で、始まるということで、1点差になるんですよね。一気に分からなくなるんですけど、誰ですかそのポランコ調査の時の動画で、京セラ以外やったら打つねんけどなってコメントが結構あったんですけど、クライマックスのあの活躍見るとですね、普通に打つやんっていうふうに思ったんですよ。だからものすごいやっぱヒリヒリ
ハラハラしましたよね。まあ波の投手だったらもうやばいやばい、止まらんというふうになってますが、星野さんもいつも通りみたいなことを言ってたので、ちょっとハラハラドキドキしましたけども、安定の投球でしっかりと抑えて、1点差無事セーブということで、日本シリーズ3年連続進出ということでございます。ということで、ざっと今日の試合についてお話をしましたけれども、いかがでしたでしょうか。まずはね、日本一連覇、その挑戦権を得れるというのと、その反面ですね、ラオウの怪我、紅林の怪我、ここが、まあみんながちょっと気にしてるポイントなのかなというふうに思うので、改めて今日の試合通じてですし、今日ね、配信をさせていただきました。一時140人ぐらい来てくれたかなというふうに思うんですが、ちょっと今回のね、CS 控えめでしたけど、日本シリーズは大いに盛り上がる、そしてその前のドラフトも大いに盛り上げられたらなというふうに思ってますので、ぜひぜひまた配信するときは来てもらえたらなというふうに思ってます。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録やグッドボタン、ツイッターのフォローなどなどでですね、このチャンネルを盛り上げていただけると本当に嬉しいのでよろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。